めっちゃ虫歯できるやん、うん、めっちゃ甘いもん食べてるやろ。甘いもん食べてるっていうか、まあ、食べてないことはないかな。買うてくるやろ。買うてくるよ。お口開けてください。口元美容香織です。いや今日は幼馴染が来るんよ。そうそう、ほんでそろそろインプラントせなあかんかな思てんねん。抜いた歯があるからもうほんまにな、食いしばる力強くって歯はボキボキ折ってくんのよね。前も割れた歯とかを抜いたりしたわ。やっぱり力って怖いよね。自分でコントロールできへんかったりしたらもうほんまに歯折れちゃうもんね。食いしばりある人ほんま気ぃつけなあかんよ。歯にヒビとか入ってはったりする人めちゃくちゃ多いからね。それって今度虫歯になりやすかったり虫歯になる原因になったりすんのよな。しかも歯にヒビ入ってんのにやな、砂糖とか取ったらどん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 ばい菌を歯の中に吸い込んでいくようなもんやからね。そういう意味でも気ぃつけなあかんね。で、今日はどんな感じで来るかな。元気。もう先週からお前、来週あるらしいけど、言われた。うわ、もう歯医者や、でもブルーやったん。ブルーや。ずっとブルーで。だからお前今日何する。何もせえへん。今日は何もなかった。今日は基本的にまずお掃除をしましょうね。定期的にね。それだけやな。で、もうそろそろ来月ぐらいには上の歯のインプラントをもう来月ぐらいに打とうかなと思ってんだけど、ちょっと見て、うん、でちょっと骨の状態とか CT 取ったりとかしとこうかな。左の下も待ってるからな。そやな、左の下はでもあれやんな、まだかかるか。まだかかる、秋ぐらい。まあ、うん、まあ上先の方がいい。上先やってしまっといた方がいろいろ噛みやすいかな。そやね、ここないからな、うん、左噛まれへんやろ今ね。はい、右ばっかりは、うん、右が途端やな。うん、でも調子ええわ、抜いてから。あ、ほんま、うん、よかったよかった。感じやわ。はい、ちょっと一回見ていい。うん、はい、めっちゃ虫ができるやん。めっちゃ甘いもん食べてるやろ。甘いもん食べてるっていうか、まあ、食べてないことはないかな。買うてくるやろ。買うてくるやろ。あんちゃん言うとったね。おとんがおやつばっかり買うてきて食べよう食べよう言って誘うんや言うて今は食べへんようにしてるけど。違う、あいつ食べてないね。そうやろ。誘っても食えへん。えらいわえらいわ。そうだね、ちょっとわかんな俺な。ちゃんとね、あれやでリサーチしてるからね。虫歯確実にちょこちょこできていっとるで。おかしいな。いや、おかしいおかしいな。佐藤に比例してできようね。やっぱりやっぱりそう。さあ、それでは CT を取りましょう。壁際に立ってもらっていいですか。はい、立って取ります。もうちょっと待つって言い張るかも分かれへんし、年齢はね、年齢ですから、ちょっと栄養を取ってくださいね。しっかりタンパク質取って。分かった、チョコレートやめとくわ。そうだか
からな、甘いもん食べたらちゃんと体を作る栄養素が足らんようになるから、そうやね、甘いもん分解するために全部使われていくから、うん、体のエネルギーになっていかへんから、ほんでかめっちゃく出るけど、ね、だから老化もするし、やめとく。でもなんか欲しがるやん、それはタンパク質不足私なんかサッカーがめちゃくちゃ肉が出るから甘いもの欲しくなくなる。そうやろ、肉がいいやん。肉がいい、俺やっぱそうするわ、ほんなら、うん、俺肉も結構な赤身やったら不足出るから、うん、そのやっぱりそう、そう、そんなのやめとくわ。朝昼晩炭水化物食べる、じゃあタンパク質食べない。ほんとな、先生がもうちょっと様子見るって言うて、それ見てから、それどう言い張るかちょっと診断して、密度とかも見て診断して、骨作っていこうかって反応か、うん、もうちょっと置こうかってなるのか、もうちょっと置こうかっていうか、もうちょっと置いたらマシになるんちゃうかっていうこと。そう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 、その言うところが嬉しい。今あんな上手なんない、まだ教えてくれ、うん、どっちになるか、うんうん、はい、うん、お願いします。はい、今日は基本がクリーニングやったから安心して来てたみたいやな、今日はお前に何もされへんやろみたいな感じで来てくれとったわなのでゆったりと過ごしていただきましたが、インプラントのところ CT 取ってみました。それがやな、割れた歯を抜くの怖い、いや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 、まだ抜けへん言って長いこと掘ってたから、結構歯を支えてた骨の部分溶けてしもてないんよね、骨が。で、半年待ったかな、半年以上経ってんねんけど、それでも全然骨できてないっていう状況。骨を作ってインプラントに進んでいくかどうするか、ちょっと診断していこうかなって思ってます。みんなもうちょっとここあかんな思うとこがあって、将来入れ歯は嫌やねん、インプラントしよう思ってんねんっていうのやったら、ちょっと早めに抜かなあかん、骨をちゃんと温存するためには抜かなあかんなんていうことも出てくるから、そういうのも歯医者さんと相談してこれから先の人生楽しく生きれるように決めてな。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。